はい、のりです。いつもご視聴ありがとうございます。今週の一時期通信23週目に突入いたしました。週で申し上げますと7月25日の週ですね。本日撮影日は7月26日月曜日となっております。今回はですね、はい、久々にですね 15R の畑で撮影をしております。はい、もうものすごい朝からいい天気になってます。気温はですね、もうすでに30度を超えている状態になりますので、もうあと1時間から2時間ぐらいですね、もう作業したら、午前の部は終了ですね。もうこれ以上はですね、暑くて作業ができない状態になっています。今もね、田んぼの方のですね、水回りの方をしてきて、今 15R の畑でですね、作業をしている状態になります。この後ですね、撮影の後にですね、今日はですね、追肥をしていくという作業をしていきたいと思います。先日ですね、上げさせていただきましたコラボ動画を見ていただけましたでしょうか。はい、私の方ですね、新潟のですね、石月さんのところまで行って撮影をしてきました。思ったよりですね、広いハウスで私はちょっと驚いたというのが正直な感想です。まあ、あとはですね、見取りとですね、やはり苗木をですね、同じイチジクを栽培しているとはいえですね、かなりですね、やっぱり違うなっていうのを感じたっていうのは、正直な感想になります。で、皆さんのですね、コメントの中にですね、またぜひコラボっていうふうに書いてあったんですけど、やはりですね、やっぱ距離的になかなか難しいんで、まあ、もしできるとしたら次はオンラインで何かできればいいのかなっていうふうには思ってますね。本当にね、まだ近ければいいんですけどね、さすがに片道300キロ超えてるので、そうそうですね、簡単に伺えるような状態ではないっていうのは、まあ、ご理解いただきたいと思います。まあ、このご時世ですね、 IT 進んでますんでね、こうオンラインで遠隔でですね、いろいろできるようになってきたので、そういうのを利用していけたらいいなというふうに思っております。ということで、最新のイチジク畑ですね、紹介していく前に、まずはですね、皆さんの方からご投稿いただきました投稿コーナーからスタートしたいと思います。えぐてさん、2回目の夏で初めてイチジクに実がつきました。種類は不明ですが、庭の隅に直植えしました。品種がわからないということなんですけども、葉っぱの形からするとおそらくですね、ホワイトイスキアではないかと思います。いや、そうじゃないよのりさんと言われ方ですね、ぜひコメントをお願いいたします。はい、ご投稿ありがとうございます。ディープシールビーさん、プランターで育てているロイヤルビニヤードです。だいぶうつむいてきているので、もう少しで収穫ができそうです。めっちゃ楽しみです。はい、毎週のようにですね、ご投稿いただきありがとうございます。確かにですね、もうこの時点でですね、うつむいてきてますので、この動画が出ている頃にはもう食べてるんじゃないですかね。はい、ご投稿の方ありがとうございました。23週目に入りましたイチジク畑はですね、このような状態になってます。こちらの方が大きいのでいいですね。はい、ですね、今こんな感じです。で、ここの列はですね、実は 15R で一番西側で、ちょっと今年はですね、当該、まあ、遅霜にやられましてですね、あまり成長が良くなかったんですけど、最終的に今ここまで来てます。っていうか、これがこの中では多分一番大きいんじゃないかな。手前の方はですね、残念ながらどっかこの辺ぐらいですね、ちょっとやっぱり低いです。例年このぐらいのがですね、もうずらっと並ぶんですけど、今年はこれよりもちょっと低いこのぐらいのが、まあ、今並んでいるような状態になってます。で、まずこの大きいやつからですね、測ってみたいと思います。どうやって測ろうはい、ですね、ここで120センチ、はい、今この枝で120センチございます。もう棚まであと20センチから30センチかな。あと棚までですね、30センチありますが、背丈的にはもうここまでで十分です。はい、多分20段あると思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、まあ18個ですね、実の方が見えて、幅多分20枚超えていると思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、まあ20枚ぐらいですね。やっぱり20枚目まで今来ているような状態になってますので、見的にはもうこれ以上ですね、うちでは収穫できない。どっかこの辺ぐらいまで収穫できれば OK、うん、そのような感じですね。で、手前の少し小さめのやつ、いやでもこれで十分なんですけどね。これでも60センチ、70センチ、65センチございます。
で実も10個以上ついてれば1、2、3、4、5、6、9、10、11、12、13、まあ、うん、まあ一応14個目実の方が出てきている感じですね。でここはですね、前回の畑よりですね、さらに実が大きくなってますね、うん、で昨年はですね、まあ、ハイパー CDU というですね、長期に効く肥料をですね、6月の終わりぐらいだったと思うんですけど施肥したんですよね。で長期に効くのは良かったんですけども、まあ、その影響もあってかどうかということですね、この実割れがですね、すんごい発生したんですけど、今年はですね、そのハイパー CDU を使わなくして、7月の肥料はですね、6月っていうか7月の方はですね、あの味の追肥ですね、歯越えの追肥をした、まあ、おかげもあってかどうかわからないんですけども、実割れはしてるのは、まあ、ないわけじゃないんですけども、全然数は少ないです。去年は本当にですね、たくさん実割れが起きてですね、かなり下の方の実をですね、割れたやつは除去して、まあ、処分をしたということをしました、うん、今年はその辺がなくてですね、これこの畑じゃなくてですね、他の畑も同じようになってたんですけど、今年はそのような実割れがない状態になってます。で今見ての通りですね、この通路、はい、かなり草が伸びている状態ですね。こう見ていただければわかるんですけど、まあ、10センチぐらいの高さにはなってますが、草刈りがちょっと今ですね、できない状態です。というかしないようにしてます。あまりですね、こう綺麗に刈ってしまいますと、これだけですね、連日32、3度を超すような気温になってますので、地面が出てきますとですね、直接ですね、日が当たってですね、どん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 地温が上がってしまってですね、昨年はですね、この高温障害にやられた木がいくつか出てきましたので、今はですね、ちょっとこの時期を乗り切るために少し生やしている状態です。今こう、触ってみてもですね、まあ、ちょっともう分かんないかな、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、こう、はい、手が濡れるくらいですね、やはり朝露がついている状態で、まあ、やっぱりちょっとひんやりするような状態なんですね。地温の上昇がですね、抑えられるという意味で、まあ、伸ばしている状態になっています。ただまあちょっとね、この中はですね、ちょっと肥料をまく関係上ですね、草を生やしていますと、どうしてもですね、肥料を草に取られちゃうんで、中はちょっと除草剤を今撒いてやる状態になっています。ちょっとね、脱線しましたけど、今枝はこんな感じ、もう少しね、詳しくですね、見ていきたいと思います。見えてますかね、今このぐらいの大きさになってます。私の手の手ですね、比べていただくと分かると思います。ここで上からもう6段目、あ、もっとある、1、2、3、4、5、6、7、あ、これ8段目ですね、8段目でこの大きさになってますね。ちょっと8段目はちょっと小さめですかね、下の方がですね、もっと大きな実がついてます。でちょっと見にくいかもしれませんが、もう少しアップにしようかな、はい、ここに一つ実が写ってますけど、ちょっと色が悪くなってると思います、他の実と比べると、ね、こういう形でですね、実の色がですね、すごく緑色が濃いんですけど、これなんかちょっと茶色っぽいですよね、顔が。で他のはそうでもないですよね。でこれっていうのはですね、特に病気じゃありませんので、皆さん勘違いしないでくださいね。あ、これなんか病気にやられてるんじゃないかなと思われるかもしれませんけど、ここはですね、ちょっとここに葉っぱが見えてるかと思うんですけども、ここはですね、ここに脇芽、副梢が出てたのを折った場所の、そばの実になります。なので、こう脇芽ですね、副梢をですね、こうポキッと今どうしてもですね、出てきますので、それを取ると実の色がですね、若干このような形にくすんだようなですね、色になります、実る時にですね、色が変わってしまいますので、実ってしまったらこれもこれもですね、変わりません。なのでこれはですね、病気じゃありません。もしこういうの見かけた時に、脇芽をですね、取った後の実だと思われますので、そういう実は、大丈夫です。これは全然問題ない実というふうになりますので、間違わないようにしましょう。でこちらは先ほどのですね、手前の65センチの枝の方ですね、見ての通りですね、すごい実が大きくなってます。このぐらいの大きさですね、1段目、2段目、3段目、4段目、4段目ぐらいまでですね、ほぼ同じ大きさ。ちなみに実際に本当の直径を測るとどのぐらいなんでしょうか。大体ですけどね、 4.5 から5センチぐらいですね、直径で申し上げますと、このぐらいの大きさになってきております。で実るっていうのはですね、こう見てみると、まだこの辺ですね、みんなこういう色になってますので、
実り始めてくる実はですね、若干、はい、この実の色がですね薄くなってきますので、あ、そろそろ実るなっていうのが分かってきます、はい、今全然ねすごい緑色濃いんで、まあ、まだまだ実らないと思います。こちらはですねロングドゥートバナーネンになります。見ての通りですね非常に大きいですね。これもよっ測れないはい、このロングデュート120センチあります。で、まあカメラのですね向こうにもう一本大きいのがもうこの棚に届いているのがありますので、このパイプからですねこの棚がちょうど150センチぐらいありますので、向こうのですね大きなバナーネの枝はちょうどその棚に届いているとなると、まあ150センチあると思われます。実はまだそこまで大きくなってませんが、もう十分ですねたくさんの実がついております。ロングデュートですね、私も育ててみて思うのは非常にですね病気、あとはアザミウマがですね入るっていうことがないので非常にいいですね。で、まあ石月さんにちょっとですね先日のお話しさせていただいた時に非常にやっぱりいいですよと、なんですけども最初のですねなんか 1,2 年目がですね難しいそうです。しっかりですね根がついてですね生えてくれば、順調に育つらしいんですけど、最初の 1,2 年がですねそこがなかなかならないのがあるので、そこさえクリアすれば非常にですね品種的にはいいですよという話を聞きました。まあ確かにそうですね、根付いてしまえばですねこれだけ大きくなるという非常にですねまあ楽しみな気になりますね、まあ、うちはね、ありますけど本数はそんなに植えてないので出荷はそこそこで、まあ直売のほとんどかなというような状態になっております。本日はですね先ほども申し上げました通り撮影日は7月の26日ですが、この動画が公開されるのはですね7月の31日土曜日ですねになりますので、もう翌日から8月になりますので、いちじく畑におけるですね8月のまあ注意点をお話ししていきたいと思います。まあ、作業的に申し上げますとですね、正直言いまして8月入りますともう2週間程度でですねうちの方もですね収穫ができる実がそろそろですね下の方から実り出す状態になります。なので何かですね特別な作業をするということは8月は正直言ってありません。あるのはですね、まあもう摘心の方はですねもうこれだけ大きくなってますので7月のですね半ばぐらいからもう始めています。で、北陸で今摘心をやってるってことは他のところはですねもう皆さん始めていらっしゃいますし、まあ、終わってるっていうような感じだと思います。で、先ほどのあのバナーネの方ですね、私の方もすごい背の高いのがありましたけど、あれはもう高いのも全部ですね摘心も終わってます。で、この辺もですねこれも摘心もしていい状態になりますので、もしですねまだですねされていない方、今でもですね枝が成長していくような状態になっている場合ですね摘心をおすすめします。まあ、方法とすればですね本当のこの頭ですね、成長点の方をこのような形でポキッと、はい、このような形でですねポキッと折っていただければ結構です。これはですねこれ結構言われてるんですけども、正直どちらがいいのか私もわからないんですけども、こうやって手で折るのがいいのか、剪定バサミのようなものでですねこうチョキンと切ってしまうのがいいのかっていうのがあるんですけど、まあ、人によってはですねこうやって手で折る方がいいという方もいらっしゃいますし、いや剪定バサミの方がいいよねっていう方もいらっしゃいます。何が変わるのかっていうのは正直と私もわからないんですけども、私もですね本当は剪定バサミでやる派なんですけども、なんかですね手でやる方の方が多いんですよ、なんかそっちの方がいいんじゃないかっていうふうに言われてます。理由はわかりません。何か変わるんでしょうかね、はい、でこれを取るとですね、まあ、先ほどの副梢脇芽の話しましたけど、どんどんですね脇芽が出てきますので、まあ、そちらもですね豆に取っていただくという作業が出ます。今はですねもう連日これだけ暑いので淡水ですね、私の方のですね、はい、この作業用のですね動画の方にも出させていただきましたけども、淡水が重要になります。まあ、水やりの、重要性ももちろんあるんですけども、先ほどもちょっと申し上げましたけど高温障害ですねならないように少しでもこう地温を下げたいという意味で、まあ、淡水をしているという目的もあります。で今私の方はですねほぼですね毎日に近い状態で淡水を進めてます。もう水がない場合はですねもう水が来ているのであれば、まあ、淡水を少しでもしてですね地温の上昇を防ぐという作業を続けている感じになります。まあ、おかげでですねこれだけ草も伸びてきているんじゃないかなというふうに思っております。ちなみにあの高温障害ですねなりますとこの葉がですね黄
黄色くなります。はい、肥料不足になるとね黄色くなるのと同じで、コーン生姜もですね葉が黄色くなります。下の方からですねしなーっとなって枯れていくような感じになります。パッと見た目ですねなんか病気じゃないかって、それは、コーン生姜です。でコーン生姜になってしまいますと、もうですね今年その年はですねその木の収穫は正直言って見込めなくなります。全然実らなくなります。っていうか実ってるんですけど、実際には高温障害になって実っているように見えるだけで全然実っていない赤い実がたくさんできます。まあ、割ってみれば分かるんですけど全然美味しくない実が出来上がります。でそれはですねどうしてなるかというと、根があまりしっかり張ってないんで夏の暑さにですねやられてしまって、水を吸い上げる力がなくなって結局栄養が吸い上げられないんで葉が黄色くなる、いわゆる肥料不足のような状態になって枯れていく。で最終的に葉が落ちてしまう、バラバラバラという状態になるのがコーン障害です。私もですね最初コーン障害出た時になんでなってるかが分からなくてですね、うちの父親にですね聞くと、あそれ日焼けだよっていうふうに言うんです。日焼け日焼けって何って、まあ確かに実はですね日が焼けたように真っ赤になるんですよね、実ってるんですけど、でも硬いんですけども、でそれ通称日焼けっていうことで、正式名称と言いましょうか、正式名称で申し上げると、まあ、高温障害ということだそうです。多分それはイチジクだけじゃなくて他の多分ですね果樹とかにもあるんじゃないかなという気がするんですけども、まあ、そういう状態を高温障害と呼びますので、皆さんもですね高温障害ですね十分注意していきたいと思います。でもしですね鉢植えでやられている状態であれば、この夏もですね確かに日差しは非常に重要なんですけども、そうカンカン照りになるようなところであれば、移動ができるのであれば少しでもですね涼しいところに堆肥をしてあげた方がいいと思います。最新のイチジク畑の方の状態をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。もう十分大きくなってきました。よかったです。はい、一時はですねこの畑もどうなるかなと思ったんですけど、去年ほどまでですね大きくなってはいませんけど、まあ十分収穫ができるのではないかなというふうに思っている次第であります。こちらですねイチジク通信の方ですね、皆様の栽培しておりますイチジク写真の方を募集させていただいております。はい、応募の方法はですね、はい、ツイッターですね、ハッシュタグシャープマークイチジク Vlog をつけてツイートをしていただくか、こちらがですね私の方のツイッターアカウントになっておりますので、こちらにですね直接お送りいただいても構いません。はい、もう一つはですねこちらのメールアドレスになります。こちらの方にイチジク写真の方を添付していただき、ご紹介していただく文章、それとお名前ですね、ニックネームをつけてお送りください。こちらのですねイチジク通信の中でご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もう 2,3 週したらですね収穫がおそらくですね始まってくると思いますので、今シーズンはですね今回をもちまして募集の方は終了させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、で私の方のチャンネルではですねイチジク栽培に関するヒントになる動画をですねたくさんアップしております。ぜひですねこの動画を見終わってもですねそのような動画があるかもしれませんので、おすすめの動画を見ていただければ非常に嬉しいです。はい、今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。